呪い装備の概念がなくなったドラクエイレブンにおける歴代呪い装備の性能を見ていきましょう。これまでの作品ではどのような呪い効果を持っていたのか話した後、イレブンではどのような性能に変わったのか紹介していこうと思います。まずは悪魔の鞭、8や9に登場する武器で、これまでの作品では戦闘中たまに1ターン動けなくなる呪い効果がありました。悪魔の鞭そのものよりバスターウィップの錬金素材としてのイメージの方が強いですかね。そんな悪魔の鞭ですが、11では攻撃時に悪魔系を魅了する武器になりました。行動不能になってしまうのが装備者ではなくモンスターになったということですね。まあ魅了の確率は 4% とかなり低いですし、この武器が手に入るのは世界に異変が起きた後で、時期的に使えるのはシルビアだけということで、ぶっちゃけ微妙な武器です。こうやって見るとまだバスターウィップの錬金素材として使えていた過去作の方が存在価値があった気がしますね。呪われたままの方が良かったかもしれませんね。続いて悪魔の尻尾、2と8に登場する呪い装備で、これまでの作品では素早さがアップする代わりに状態以上に弱くなってしまう呪い効果がありましたが、11では素早さアップに加えて闇属性と呪いに耐性を持つ優秀な装飾品として登場します。手に入るタイミングも今回紹介する装備の中で一番早く、最速で手に入るのは冒険の書の世界のムーンペタのクエスト、つまりサマリー地方到達時点とめちゃくちゃ早いです。ドルマを使ってくるダーハルーネのホメロス戦から導入できる数少ない闇耐性を持つ装備ですし、耐性とは関係なくデメリットなしの素早さアップの装飾品としても使っていけます。もちろん序盤に限らず装飾品の枠で攻撃属性に耐性を持てるというのはとても優秀なので、世界の異変後から徐々に増えてくる闇属性を使ってくる様々なボス戦で役に立ってくれるアイテムになります。複数個必要になっても異変後のデルカダール城まで行けばレシピが手に入るのも嬉しいところです。続いてゾンビメール、4や8に登場する鎧で、これまでの作品では一歩歩くごとに HP が1減少するとかいうポンコツ極まりない呪い効果を持っていましたが、11では闇属性呪い両方に耐性を持つ優秀な防具に生まれ変わりました。しかも手に入るのは魔法の鍵入手後のナギムナー村ということで、先ほど話した悪魔の尻尾ほどではありませんが、かなり早い段階から手に入る闇や呪いに強いアイテムになります。同時期に手に入るプリンスローブ、プリンセスローブの属性軽減率が 15% であることを考えると、闇属性のみですが最大 50% という軽減値が破格の数字であることがわかると思います。手に入れてすぐは自慢の耐性を活かせる相手がいないのですが、異変後からはゾルデやバクーモスなど闇属性の攻撃を使ってくるボスがちらほら出てくるので、必ずプラス3まで強化するようにしましょう。ゾンビメールと悪魔の尻尾があるかないかでゾルデ戦の難易度がかなり変わってきます。続いて破滅の盾、5以降多くの作品に登場する盾で、全作品共通で呪文やブレスで受けるダメージが増えてしまうというかなり厄介な呪い効果を持っています。そんな破滅の盾ですが、11ではそこそこ高い守備力、盾ガード率に加えて攻撃魔力上昇、闇耐性と様々な効果を持つ盾に生まれ変わりました。ここまで話してきた防具と同じように闇属性で攻撃してくるボス戦で使っていきましょう。ただ破滅の盾は店で買ったり宝箱から拾ったりすることができず、手に入れるには過ぎ去りし時を求めた後に出てくるヘルガーディアンやヘルオーディンのレアドロップを狙うしかないんですよね。本作は確定でレアドロップを狙える連携技スーパールーレットの存在から、レアドロップを狙うこと自体は難しくないんですが、それでも連携技の準備には手間がかかりますし、過ぎ去りし時を求めた後なら装備できるキャラクターが多く、全属性に耐性を持つ優秀な盾メビウスの盾をデビルメビウスから簡単に盗むことができるため、正直破滅の盾の入手に時間をかけるくらいならサクッとメビウスの盾を集めた方がいいです。ということで性能自体は尖っていて面白いんですが、入手時期や入手方法が恵まれていないちょっと不遇な破滅の盾でした。もし早い段階で手に入れることができたら、バクーモス・ジャやネルセンの試練の一戦目などで使っていきましょう。続いてサタンヘルム、8や9に登場する防具で、これまでの作品では悪魔の鞭同様
時々1ターン動けなくなる呪い効果を持っていました。一方、イレブンでは呪い装備から一転し、呪いを完全無効にする効果を持つようになりました。呪いを完全にシャットアウトできる頭装備はサタンヘルムのみで、入手手段も異変後にメダル女学園にいる腐った死体から受けられるクエストのクリアということで、そこまで面倒ではないので早めに手に入れておきましょう。特に呪い攻撃を多用してくるボス、嘆きの戦士戦の前に用意しておけばボス戦がぐっと楽になります。たった一つの状態以上とは言っても、半減とかではなく完全無効にできるって今までのドラクエシリーズではなかなかないですよね。あ、5の太陽の冠は実質効果なしなので論外です。ちなみに呪い耐性にのみ目が行きがちですが、異変後すぐに手に入る頭装備にしては魅力の上昇値がかなり大きいです。まあ装備できるのが主人公グレイグのみなので、せっかくの高い魅力補正はほとんど活かされないんですけどね。もしシルビアが装備できていたら、装備としての価値がさらに上がっていたと思います。続いてドクロの指輪、8と9に登場する装飾品で、8では最大 MP が半減する呪い、9ではたまに1ターン行動できなくなる呪い効果があったドクロの指輪ですが、11では闇属性と即死に耐性を持つ優秀な装飾品として登場します。軽減値から分かる通り、悪魔の尻尾の上位互換という感じの装飾品で、レシピが手に入るのは最後の鍵入手後になります。闇の樹木や魔竜の魂など手に入れるのが少し面倒な素材もありますが、装飾品の枠一つで属性を半減できるというのはめちゃくちゃ強いので、余裕があれば複数個作っておきましょう。プラス3を2つ装備させれば、装飾品だけで闇属性と即死を無効化することができます。ちなみにライオンヘッドや黄泉の花のレアドロップ枠にもなっているため、狙えば異変前から手に入れることができますが、こちらも破滅の盾同様、そこまでして狙う価値があるアイテムではないかなと思います。どうせ打ち直しもできませんし、終盤までは悪魔の尻尾で闇耐性を補っていきましょう。最後にドクロの兜、8ではドクロ狩りをするために多くのやり込みプレイヤーがお世話になった有能呪い装備だと思いますが、個人的には11に登場する元呪い装備の中でもトップクラスに有能なアイテムだと思っています。本作では攻撃力がゼロになってしまう呪い効果は完全になくなり、ゾンビメール同様闇属性と呪いに耐性を持つ装備に生まれ変わりました。拾えるのは最後の鍵入手後のデルカダール城ということで、ゾンビメールと比べると一見入手時期が遅く使いにくいように見えますが、この装備は盾や鎧ではなく頭装備であること、装備できるキャラクターが特殊であることの2つが強みになります。まずドラクエはシリーズを通して盾や鎧は攻撃属性に耐性を持つものが多いですが、頭装備で攻撃属性に耐性を持つものは少ないです。11ではこれまでの作品以上に幅広い属性に強力な耐性を持つ盾や鎧が多いので、一つの属性にのみ耐性を持つゾンビメールや破滅の盾は強力ではあるものの汎用性に欠けてしまいます。ただ攻撃属性に耐性を持つものが少ない頭装備で闇耐性と一つの属性のみですが 50% もカットできるというのはかなり強力で、防具の組み合わせの自由度が広がります。また装備できるキャラクターはセーニャ、カミュ、ローの3人です。なんでこの3人なのかはよくわかりませんが、ゾンビメールや破滅の盾を装備できないこの3人にとって闇属性を大きく軽減できるドクロの兜の存在は非常に大きいです。特にボス戦では必須の存在であるセーニャの装備の自由度が広がるのが嬉しいところです。闇属性の全体攻撃で呪いの追加効果がある裁きの瞑想を使ってくる無名の魔人戦は、これがあるかないかで難易度がかなり変わってくるため、必ずプラス3まで強化するようにしましょう。一応ニズでナイトがドロップするので、余裕があったらドロップを狙っていきましょう。以上11に登場する元呪い装備7選でした。悪魔の鞭はともかく他の装備は闇属性や呪いに強い装備に生まれ変わっていましたね。まあドクロの指輪あたりは呪われていないのも納得できるんですが、他の装備は正直呪われていないのが不自然ですよね。破滅の盾とか一体全体どこに破滅要素があるんですかね。
動画の方楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方お願いします。それでは今回はこの辺で。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。